時刻は夜7時を回りました。今夜も始まりました、生きづらいけど生きてやる系シンガーソングライター風見静香の大丈夫一人じゃない。この番組は生きづらいを生きやすくをモットーに、生きづらさを抱えている人たちに、私も一緒だから大丈夫だよという、一緒に生きていこう、そんな勇気と安心をお届けするしていきたい、そんな番組でございます。ただいま私自宅でね収録してるんですけれども、座っていたら猫のですねスーちゃんが膝の上に乗ってきて、今膝の上にはスーちゃんがいる状態で収録させていただいております。深夜1時半過ぎでございます。今夜も茨城では虫がねリリリリリンって気持ちいい音が鳴っております。伊豆市でもそうかな。すっかり秋になりましたけれどもね、ものすごく、あ、今尻尾振った、すごいね暖かくてね、今ちょっと眠くなってきてるんですけれどもね、今日はねとっても嬉しいお知らせがございましてですね、そのお知らせとともに今日の番組盛り上げていきたいなと思いますので、今日も最後までよろしくお願いいたします。最初に一曲流させてください。風見静香で剣王道。アルバム風見静香の中から剣王道お届けいたしました。ということで再び剣王道を後ろに流しながら今日はちょっとお話ししていきたいなと思ってるんですけれども、もうかれこれ、でも去年なんだな、
去年の、いや一昨年の夏からかな、風見自動車はねいろいろとありまして、なんとかせないかんと思ってですね、風見静香、とりあえずうちがめちゃくちゃ汚かったんです。だからね、とにかく掃除をしようと、そしたらなんか変わるんじゃねえか、そう思って去年一昨年の夏からですねずっと掃除をしてたんですけれども、去年の冬かな、私もともとね東京で居場所作りをしたくて、東京でずっと居場所作りしてたんですけれども、そのビルがなくなってしまって、でまあその後もいろんなねとこにご縁はいただいてたんですけど、なかなかうまくいかなくて、結局どうしようかなっていろんな古民家とかね探してたんですけど、それもうまくいかなかったタイミングでですね、本当にいろんなことが重なりまして、じゃあもう家でやるかということでですね、自分家でカフェをやるぞとね決めたのが去年の6月とかかな。もうなんかやっちゃうみたいなノリでですね、6月頃に、いや決めたのは12月かもしれない、11月ですね、去年の冬だ、本当に冬にね、お母さんのね知り合いのよく行ってたお店、居酒屋がですね閉じるということでですね、でもしよかったらこれ機材使うみたいなこと言ってくださって、もうこれ やれって言われてるなと思ってね、まさかこんなことになるなんて本当にね一昨年は全く思ってなかった、むしろ去年のね、去年だってそう思ってなかったんですけどね、去年のお正月とかだってさ、今はねそんな決意をしまして、4月にオープンするぞと確かこのラジオでも言って、そしてまた5月になって、5月にオープン今度こそするぞと言って今度6月になって、6月もできず7月にはね、もう一体いつオープンするんだという、そんな風見自動車だったんですけれども、ついにカフェがオープンしました。もう本当にねやるやる詐欺でずっとね、もう本当にいろいろありました。なんてだって、5月にですね一度プレオープンを5月1日からしてたんですけど、そのね当日5月1日にですねじいちゃんが亡くなってしまって、でそのねそこからなかなか立ち直れなくて、ね、なんてだってじいちゃんのね野菜担当だったんでね、今でもねちょっと信じられないんですけれども、それでね2ヶ月ぐらいまた経ってしまって、7月終わる頃にですねもう8月から今度こそやったるぞと、もう本当にもう絶対オープンしようと思って頑張ろうと思ったら、今度私が体調を崩してしまって、本当にねいろいろあってもうだったんですけれども、もう今月の10月9ですねにですね、もういよいよやっちゃおうぜということで、もう勢いだここはっつってお母さんと一緒にねついにオープンをさせていただきました。もう本当にねたくさんたくさんやるやる作業してしまっていたのでですね、もう本当にやっとオープンできたよっていうのはすごくあるんですけれども、とはいえですね、まだまだ本当に何も出来上がってないんです。なんなら看板もできないし、本当に何も出来上がってない、何も出来上がってないんだけど、とにかくこのままね何もしないのはねただただマイナスが増えていくだけなのでね、うちもなんでもういやもう何もかもやっぱ本当にねやらなきゃわからんからね、とにかくまずはオープンすることがきっと何か大きな一歩になるんじゃないかなということでですね、本当に勢いでえいっていう感じで、オープンさせていただきました。でね今もつい先日ですね、その9ですかね、10月本当だったら7月30日に名前のね発表もするところだったんですけど、10月9にね、名前の方も発表させていただきまして、どうするどうする名前言っちゃう、もうずっとね風見自動車カッコ仮、風見自動車カフェカッコ仮ってずっと言ってたんですけれどもね、名前がですねちょっとじゃあ名前も発表させていただいちゃいますか。でるる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 るダン、題してカフェ&カーラフでございますね。いえちょっとなんかリバーブがちょっと効いてないでございますけれどもね、カフェ&カーラフというね、そんなお店の名前になりました。今ですね現在風見自動車カフェカッコ仮だったね、事務所はですねラフになったわけなんですけれども、看板がないからすごいもう本当にラフな看板が今ね出来上がっておりまして、段ボールで作ったもうめちゃくちゃ私的にはこの本当ラフ感が最高にねあっていいなと思っているそんな看板がですね今ラフという看板があるんですけれども、このラフというね、意味がですねもう結構このラフっていうのもいろいろあるんですけれども、あれね素朴なみたいな、
そういう素朴なみたいな意味があったりとか、あと笑うのね、ラフもあったり、あとは一番のね、来てほしいなと思っているとか、一番の思いはですね、私ももともとそうやってね、居場所を作りたかったんですよね。ちょっとこう長くなっちゃうんですけれども、居場所を作りたくて、でまあ生きづらい人たちがね、生きやすくなるための場所を私が作れたらいいな。なんかそのなんかちょっと大こがましい言い方になっちゃうんですけれども、やっぱり人ってさ、誰かと会って喋ったりすることが一番自分の心の養う部分になると思うんですよね。とかどんなに辛いこと悲しいことあったとしても、ちょっとそうやって、人と喋ったりすることによって気が紛れるとかね、なんかそういう空間を私はずっと作りたいなと思っていて、けどかといってこう居場所みたいな感じにしてしまうと、じゃあなんかその辛くない人は行っちゃいけないのか、行きづらくない人は行っちゃいけないのかみたいになっちゃうじゃないですか。でもカフェだったら誰でも平等に来てもいい。ご飯が食べたい人はみんな、お腹空いてる人だとご飯を食べる、お茶をする、コーヒーが飲みたい人はみんな平等に来ることができるっていうところでですね、すごくやっぱ私のやりたいところにものすごくマッチしてるなということでですね、本当に誰でもラフに来れる場所にしたいなっていうのが一番大きな、ね、意味合いでラフというね、名前を付けさせていただきました。カフェ&カーが英語で、ラフがひらがなのね、ラフになっております。もう誰もがわかる、誰もに愛される、そんなねお店になったらいいなと思って、やっております。今ね、今日もね私も営業終わっての、ね、急いで今夜中のもう今2時になってきましたが、ね、やっとでも本当ね頑張ってます頑張ってるというかね、今が頑張り時だなと本当に思っていてね、慣れない料理もやって、で私料理本当にね好きなの、料理はすごい好きなんですけども、得意なんていうの、得意じゃないわけじゃないな、得意じゃないのかな、まだまだ勉強中なんでね、本当に料理の方も勉強中なんですけれども、今ね、まあ、メインとしてはですね、ベーグルバーガー、私が作った自家製ハムを挟んだベーグルバーガーが推しなのと、あともう一つうちのねメニューとしてカレーをですね、カレーを今頑張って作っております。でこれもですね、毎日変わっているメニューになっておりますんでね、皆さんが来ていただいた時にどのカレーがね、来るかはわからないんですけれどもね、カレーと、ね、その2本柱かな今のところ。あとはまあホットサンドとかもねあるんでね、あと飲み物を結構充実させていきたいなと思っているんですけども、あくまでも本当に今はまだスタート、本当にスタートでしかないのでね、メニューもどんどんここから変えていきたいなと思っているし、でもねちょっと聞いてほしい、本当にね、このカレーベーグルサンドもマジでおすすめ。ベーグルサンドは本当に皆さんが美味しい美味しいって言ってくださってね、もう自信満々にお届けできるものになってるんですけれども、カレーに関してはねちょっと本当にまだね勉強中なんだけども、でもね何よりもね超可愛いの写真をねもしね見たことあるよって方はもしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけれども、まあ、せっかくね車屋なんでね、うちよくねもう風見自動車が潰れたんじゃないもう潰れてるんでしょみたいなね、よく言われてしまうんですけれども、まだまだあります。まだね風見自動車も健在しておるんですけれども、せっかくね車屋とね、中の事務所の中にやるので、車の形をしたですね、こうなんていうの、ライスをね車の形にさせたりとか、人参をね車の形にしたりだとかして、その車のね形のところがめちゃくちゃ可愛いんですよ。そんでもってね、もうなんかそれだけじゃなくて、スプーンがねシャベルなの、超可愛いんですよ。そのシャベルのねスプーンもまた超可愛くてですね、まあ、ちょっとそこら辺がちょっとこだわっております。なんかこうやって言うとねみんなカレーをねすごいあれしちゃうかもしれないんですけど、私としてはちょっとベーグルの方が自信があって、ちょっとカレーはまだね勉強中なんですけれどもね、でもぜひねどっちもね食べに来てもらえたら嬉しいです。なかなか茨城にね来ることってなかなかないかもしれないんですけれども、でもね私が住んでる茨城は埼玉東京寄りでございますんでね、都会の茨城でございます、境町でね、やっておりますんでね、思ってるよりも、私ねもう私はずっとさっきから圏央道をかけてた理由のこれがねこれが理由でね、圏央道があるんですよ。はい、圏央道のね、堺古賀インター、まあ一番近いのが、まあそうだね、伊豆から来たらそうかな、五日インターとかも近いんですけれども、圏央道乗ってきていただければ伊豆市からでも4時間最短かな
最短で私は4時間で着いたことがありますからね、もう、まあ、ちょっとだけねこっちの方来るとき東京とか関東来ることあったらあともうちょっと東京からしかもねバスもですよ東京からこの境町まで東京1本でね高速バスもできたんですよなんでねもうかなりアクセスもね、よくなりましたでも一番いいのはうちの、すぐ歩いてすぐにバス停があるんですね、バスでね小賀駅からね、一旦小賀駅に来ていただきまして小賀駅からバスっていうのが一番ねなんか皆さん来ていただいてるルートみたいなのでねちょっとねあのもう決してすごく近いとは私も言えないけれどもでも決してすごく遠くともないんじゃないかなと思っておりますのでね、ぜひぜひ遊び来てほしいですもう私もねしばらく伊豆市に行けてないのでねあれなんですけれども、まずはねここから、お母さんと一緒にねちょっとずつちょっとずつもう本当に今は一歩でしかないんですけれども進んでいって、みんなに愛される場所になっていったらいいなと思っております今後のね私のやりたいこととしてはですねまあそういう不登校のね関係のこともずっとやってきたので不登校カフェみたいなこともやれたらいいなと思ってるしあと認知症カフェとかもやりたいなと思っているしあとは店長をですねいろんな人が日替わりでもいいしねもうねなんなら店長お店持ちたいんだとかね実はカフェやることが夢だったんですっていう方にですねぜひうちのお店もしよかったら使ってね、1日だけでもね1週間でもいいしねもしよかったらねそうやってやってもらって夢を叶えられるようなね場所にもしていけたらいいなってもうすごくそういうねずっとそれがやりたかったので、やっとそんな場所ができましたという感じでございます、なんかねまだこんな時期だし私もですねまだ自信がないものも多いのでねまだバンバンね来て来てっていう感じの宣伝はあまりできてないんですけれども、でもねやっていかないとマジで本当こればっかりはねやっていかないとね、うまくもならないのでね、試行錯誤ねしていくしかないなっていうのを本当に今も改めて感じてるんですけれどもぜひね、一度遊びに来ていただければと思いますだからねなんかそうさっきも言ったから圏央道よ本当だ圏央道乗ればね、ちょっと近くなったんじゃないかなと思っているので、ぜひこのね、この景色ともう本当にねそのね圏央道のね歌詞の中にも出てきたと思うんですけれども沈む夕日を見てって全然違ったなでもそんな感じだよね、この街の沈む夕日を見てなんてちっぽけだったって笑えると思うなってあるじゃないですかもうね本当にうちのねちょうどカフェからですねラフから見えるね夕日が本当に綺麗なんですよ本当にこればっかりはね毎日見てても綺麗だなって思っちゃうぐらい本当に綺麗でなんかそれを見てると私も本当になんかもうどうでもいいやーってよくね思わされていますなんでねこうなんか私もともとねこうカウンセリングまあ自分でもねカウンセリングの資格とか持ってたりするんですけれどもそのカウンセリングに行くとかって結構勇気いるじゃないですかなんかそういう精神病棟とかに行くのもすごく勇気がいるなと思っていて、まあ、なんかそういうとこ行きにくいけれどもななんか話聞いてほしいなとかねなんかそういうのがあったらぜひうちにね立ち寄ってもらえたら嬉しいなって思っていますなんかねみんながそういうね、心休まる場所になってもらえたら嬉しいなって思っているので気軽にねラフな気持ちで立ち寄ってもらえたら嬉しいですで、まあ、私がいる日いない日とかもねありますんでね風見静香でひらがなで検索するとブログが出てくるんですけれどもそちらの方にですね、カレンダーちょっと載せさせていただきましたまだホームページもね、何もできてなくて、もうちょっとしたら今ツイッターをですね今日ツイッター作ったりしてるので一応インスタはね結構前からやってたりはするんですけどなかなか機能できてなくてツイッターが多分一番私が更新するんじゃないかなとおそらくね、思うのでねツイッターの方でもね、今日は誰がいるよとかね、そのカレンダーなりのね載せていきたいなと思うのでぜひツイッターもね検索してみてもらえたらと思いますが今この現段階ではこうやって検索したら出るよってことができないので、まず風見静香をですねひらがなで風見静香で検索するとツイッター出てくると思うのでそちらをチェックしたらきっとおそらく、このラフのねツイッターの方にも飛べるんじゃないかなと思うのでねぜひまずは風見静香をチェックしてみていただければと思うんですけれどもはいまあでも本当ね今ねこう新しいことをこの時期にまた飲食をやるということも本当に未知なね、おバカだよね本当に怖いです今も、うん、私まあね
いろいろ頑張ってね売り上げも出さなきゃなとか、今まで学生居酒屋アルバカというね学生の頃居酒屋やってた頃もね、ありましたけど、やっぱあの時は仲間がいたんでね、だけど今はまあお母さんもいるけれどもね、なんか一人で頑張ってるつもりは全くない。もうこのね大丈夫一人じゃないという番組でございますけれどもね、本当に私一人で頑張ってるつもりは全くないんですけど、本当にね本当にばっか言ってるけれども、マジでもうね皆さんが本当支えてくださって、お店自体もですねたくさんの人たちの力を借りてできたお店なので、なんかだからこそ私はね自分一人で使うんじゃなくて、もう本当皆さんが、叶えたいを叶えられる場所、やりたいを叶えられる場所にしてほしいなってね、だからこそ思ってるんですけれども、まあ、でもね今は頑張り時だなって本当に思っています。なんかこうねうまくいかないこともあるしね、カレーもさなんか本当に自信をなくす一方なんですけれどもね、でもなんかさっきも言ったけれども、やっぱり自分でね、なんだろう、やっぱりやっていかないとできないよね、通らないとできるようにはならないですからね、本当にそう思うので、やっぱね何か新しいことするのってすごく怖いんですけれども、なんかこんな歌があるんですけれどもね、怖いけどやっぱりやっていかないとだなって改めて感じました。なんでねなんかこう新しいことするの怖いなとかね、どうせできないしとかね、思うことっていっぱいあると思うんですけど、当たり前ですよね、できないよ最初は、最初からできることってやっぱりないだろうってそう今言い聞かせてですね、まあ、その分ねお客さん皆さんにはですね迷惑をかけながら皆さんに温かく見守っていただきながらね、今成長してきたらいいなと思ってるんですけれどもね、まあ、なんかこればっかりはだから本当できないよ通らないとっていうのはものすごく思じました。で、思じましたので、で、なんかその、私は結構その完璧にね、なってからスタートしなきゃみたいなところがあるので、なんかそれをね、待ってたら絶対に一生ですね、一歩って踏み出せないなって今回もすごく思いました。まあだから私の中ではですね、まだまだね、こんな状態でオープンなんてしちゃまずいんじゃないかなとかね、そう思ってね、気づいたら何ヶ月も経っちゃってたんですけれども、本当に完璧を待ってたらいつでって経ってもやれない。もう本当それだけはもう今分かったことですね。だからいつかやろうとか、ね、こう、丸々になったらやろうとかって言ってたら多分一生やらないです、人は。もう勢い。やっちゃえって言ってやっちゃった方が、でやっぱりやりながら考えるしかない、もうそれしかないんじゃないかなってね思っ、いやそれしかないっていうのはちょっと違うかもしれない。もうね本当だったらねもう段階をちゃんと踏んでね、私もせっかくさ YouTube のね動画を更新していこうと思って、内装工事もですね自分でやったものねやったけど、ずっとその動画も撮りつつね、やってたので、それもねこうちゃんと順によってねやって、それも皆さんに見てもらって、そっからやっとオープンできましたよっていう段階を踏みたかったんですけれども、もう全部予定通りいかなかった、っていうか自分がねできなかったっていうのもあるんですけれども、まあでもねとはいえまずはねオープンすることの方が本当に大事だし、ね、これからやっていけることがあるんだったらやっぱやってればいいと思うし、でも何よりもやっぱまずオープンしちゃったっていう、今これでよかったなって本当に思っています。まだまだね本当にダメな部分はいっぱいあるけれども、本当にできないを取らないとっていうことはすごく本当にそれの通りだなって思うので、ね思っております。ほいでさねうちの母ちゃんがねその静かを目当てに来てる人ばかりでね、なんかがっかりさせちゃったんだってこの間もなんか今日静かいないんですよって言ったらすごいがっかりしてた方がいらっしゃったと言っててですね、ね、それにがっかりちえみさんがしておりましたんでね、もしよかったらね私がいない時でもね、むしろ私がいない時こそぐらいなんですけれども、いやそんなこともないな、もしよければね遊びに来ていただけたら嬉しいです。母もね、ちえみちゃんもねすごい喜びますんでね。で、まあ、なんかあともう一個ね私の中で目的があって、その私って全国にもう伊豆にもね私のお父さんとお母さんと呼べる人がいるんですけれども、全国本当にいろんなところにお父さんお母さんが私はいて、本当にそのね本当自分の親よりもよそ様のお母さんお父さんにねものすごく愛されて育ったなって自分でも本当に思ってるんですけれども、いや自分の親にもね育ててもらってはいっぱいだって、だ今度はですね皆さんに自分の親をシェアしたいなと思ってて、なんでね、もう自分の親のようにですね、うちの父ちゃんと母ちゃんをですね、思って、
訪れてくれたら本当に2人とも喜びますんでね、自分のお父さんとお母さんだと思ってここに遊びに来ていただいたら嬉しいなって思っております。みんなのお父ちゃんと母ちゃんにしてやってくださいね。なんでみんなにお父さんとお母さんシェアしながら、私も皆さんのお父さんとお母さんシェアしてもらいながらね、そんな風にね、いけたらいいなと思っています。あともう一個言ってなかった、そうで、ね、今後ですね、そのありがとうチケットというのを作りたいなと思っていて、まあ、なんかこう飲食した時に、例えばね、お釣りの200円分じゃあありがとうチケットにしといてとか言って言ってもらったら、そのありがとうチケットっていうのを使って、まあ、子供だったり困っている人がですね、自分で食べたい時にその券を使って食べることができるという制度を自分的にはやりたいなと思っていて、なんかそういうのも全部整ってからスタートしなきゃって思ってたんで、なかなかあれだったんですけどね、今後ですねやっていけたらいいなと思っております。その際はですね、ぜひ皆さんの力も借りれたらいいなと思っているし、なんかね、決してうちもね、余裕があるわけじゃないんですけれども、でもやっぱりたくさんの人にね助けてもらったからこそ、私たちもできることがあるんだったらやっぱりやりたいなっていう思いがね、私もお母さんもあるのでね、そっちみんなで助け合って力を合わせて生きていこうじゃないかっていうのをね、そのバフ場所バフからも、お届けしたいと思っています。ね、もう一人ぼっちで辛いよとか、もう生きるの死んだよってなっちゃった方はですね、いつでもラフに遊びに来てもらえたら嬉しいです。一緒にね笑ってラフな気持ちになって、あーもうなんか暖かくなるわってね、誰にも私たちがね、いろいろあってでもなんとかなるわと思って今前向いてねやっておりますので、そんな風に皆さんと思えたら嬉しいです。ということで、あっという間にめちゃくちゃ喋りすぎた。またぜひ、茨城県佐島郡境町3438-12でございます。風見自動車板金塗装でですね、Google マップで検索すると出てきますので、そちらを目指して来ていただけたら嬉しいです。今度のライブがですね、23日、22日が赤坂、23日が枕賀の里、小賀でやりますんでね、ぜひね、結構その枕賀で行った後に風見自動車カフェ行くねって言ってくださる方も結構いらっしゃるのでね、ちょっと私ですね、その次の日が岩手なので、ちょっと私も何時までいろいろか分からないんですけど、私もその日の夜もですね、スタッフとしていますので、スタッフというかは私店長ですかね、店長ですよ。はい、なんでね、私もいますのでね、ぜひ遊びに来てもらえたら嬉しいです。他にも毎日 YouTube で、ほぼ毎日ですね、更新しております。YouTube でも風見静香で検索すると出てきますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、本当にね、やっとこう、本当に一歩でしかないんですけれども、やっとこうカフェ&カーラフオープンしましたので、ぜひよかったら遊びに来ていただけたら嬉しいです。皆さんのご来店を心にお待ちしておりますのでね、そしてどんなに辛いことがあったとしても、そこに来たら一人じゃないので大丈夫だよって、そんな風に思ってもらえる場所になるように、これからも頑張っていきたいと思います。ということでね、また来月11月もまたね、いい報告ができるように頑張っていきたいなと思います。もしかしたらね、カレーがなくなってるかもしれないし、メニューがガラッと変わってる可能性もね、すでにね、最初のスタート、スープカレーだったんですよ。スープカレーはもう、廃止になりましたんでね、そんなこともあるかもしれないので、また来月も楽しみにしてていただければと思います。また来月もお会いしましょう。お相手は、生きづらいけど生きてやる系シンガーソングライター、風見静香でした。ラフに遊び来てね。待ってるよー。